今日九州タワーズです。はい、ということで今日もですね、まあ、僕一人で、まあ、アイテムご紹介をしていきたいと思っているんですけれども、実はね、まあ、まだアイテム買ってないんで、ちょっとね、まあ、大体欲しいものの、まあ、目星はついているので、今から買っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで本日はアフレコにて動画をお届けしております。今いるのが大阪は堀江、あ、犬ですね、ゴールデンレトリバーですね。はい、でね、まあ、堀江なんですけれども、目的地はクーリエさんという古着屋さん、ビルの7階にあります。ご注意ください。はい、ということでこちらのアイテムを購入しました。はい、でね、もう夜も更けてきて、もう帰ろうかなって思った時に、インスタのストーリーでね、最近欲しいアイテムを見て向かった先がパナさんという古着屋さん、僕自身初めて足を運ぶので楽しみです。こちらヤバいやつ購入しました。ただいまただいまただいま、買ってきました。では早速ご紹介していきたいと思います。まず1点目、パナさんで購入したアイテムはこちら、ダーター。はい、1点目はこちらのド派手なピンクのナイロンパンツを購入しました。まあ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 、どうですか、まあどうですかどうですか、ここまで派手なピンクのナイロンパンツ買うの、まあ、僕か林田ペルさんぐらいしか思いつきません。まあね、僕自身ですね、まあ、スタイリングのイメージとしては、まあ、こんな感じで、まあ、スタイリングしていきたいなと思っているんですけど、トップスにねテーラードのジャケットとか、まあ、持ってきたりして、まあ、意外とテーラードのジャケットに、まあ、ナイロンパンツって、まあ、ありがちなスタイリングかもしれないんですけれども、まあ、ピンクっていうカラーでね、ちょっと新鮮味もあるのかなと思っております。まあね、まあ、試着するときに、まあ、僕も正直ここまで派手なピンクのナイロンパンツ買うの、まあ、若干勇気って、店員さんに、いや僕これいけるんですかみたいな、いけますかねみたいな聞いたんですけど、まあ、店員さんからは僕ら界隈ではありですというお褒めの言葉もいただいております。まあね、ここまで派手だと、まあ、かっこいいかっこ悪いじゃなくて、履く勇気があるかないかの二択なんじゃないのかなと思います。はい、で次ね、実はパナさんでは2点購入してて、2個目がこちらです。どんどん、はい、こちら、実はこちらもナイロンパンツ、カラーはブラックとなっております。1個ピンク買って、まあ、ナイロンパンツ結構僕今探してて、今1個派手な攻めたカラーのピンクっていうのを購入したんで、まあ、ベーシックなのも1本のことで、こちら黒を購入しました。シルエットは先ほどのピンクのものに比べるとやや太めのテーパードの効いた、まあ、シルエットになっているんですけれども、まあ、単純にかっこいいんじゃないのかなと思います。まあ、こんな感じでスタイリングしたりして、黒のアイテムでまとめてもまあかっこいいと思いますし、まあ、これから春のシーズンですね、文字通りガシガシ履いていきたいなと思ってます。まあ、楽なんでね、まあ、個人的にはね、まあ、両方に入れることなんですけど、ナイロンパンツにまあジャーマントレーナーの合わせっていうのがすごく気に入ってます。でですよ、で次、クーリエさんで購入したアイテムが僕の超ツボのアイテムとなってます。早速ご紹介していきましょう。こちら、はい、ということでね、僕が今回ですね、足を運ばせていただいたクーリエさん、古着屋さんになるんですけど、僕が購入したこちらのアイテムは新品のアイテムとなっております。ブランド名はリメイクバイ K、まあ、文字通りリメイクをまあ得意とするまあブランドさんなんですけれども、まあ、でこのリメイクバイ K というブランドですね、まあ、拠点がね、まあ、熊本、まあ、ということで、福岡出身、広く言えば九州出身の僕にとってはなんかどことなくね、親近感が湧くブランドではあります。
まあ、先ほども申したんですけれども、まあ、リメイクを得意とするブランドということでですね、まあ、このような大きな家具が服についているんですけれども、まあ、こちらにはそのリメイクのベースとなった素材とその素材の年代というのが書かれています。でこちらは僕が買ったこのデニムジャケットですね、90年代のリーバイスを解体し再構築したデニムジャケットとなっております。まあね、パンツをデニムジャケットにしたんかいっていうところも僕自身ツボで超好きです。またデザインパターン縫製っていうのを全て一人で手掛けており、こちらのアイテムは人間の体を包み込むような立体的なパターンになるようにデザインされているとのことです。詳細の方を見ていきますと、前身ごろ後ろ身ごろと、パーツごとにですね、色の濃淡であったり、フロントポケットにはデニムパンツのバックポケットが採用していたり、当然赤タブもついています。その部分はですね、デニムだったんだなと感じさせるような、ディティールとなっております。でね、気になる、お値段の方なんですけれども、こちら2万8000円プラスタックスとなっております。はい、ということでね、リメイクのアイテムが好きだったりする方にはですね、非常に、おすすめの、ブランドさんになっているので、ぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画以上となります。こちらの動画いいなと思った方はですね、ぜひグッドボタンとコメント、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイ。